クシュレペゼン大麻の DJ 加藤です。今回は日本で医療大麻が解禁される件についてお祝いしたいなと思います。なわけねえだろバカ野郎ってことだよね。まあ、医療大麻解禁はね、当然めでたいことなんですけど、これはもう分かりきってたことで、もう今までのね、日本の大麻解禁の動きをね、見てる人間だったら、まあ予定通りなんですけども、このね、使用罪ですよね。おい、舐めてんじゃねえぞ、バカ野郎！本当によ。ってことで、まあ、これも予定通り決まっちゃうと思われますけれども、まあ、相当イカれてんなと思います。でね、なんだろうな、大麻だけに限らず、まあ、覚醒剤とかも含めてあらゆる薬物が、まあ、使用罪を、認めるべきではないと思いますし、だからといって、まあ、好き勝手何でもどんなドラッグでも、ね、使っていいよっていう話でもないと、そういう当たり前のことをですね、まあ、やればいいっていうことで、な僕らねレペゼン大麻ね、とかね、いろいろ動画作ってきてやってきたわけですけれども、まあなんだろうな、医療大麻に関して言えば、転換のね患者さんの団体とか、医師のね人たちがですね、まあ、動いて認められたっていうねポジティブな面もありますし、まあ栽培についてもね、まあルールがちょっと、変わっていくだろうっていうことで、まあいろんなね人たちが動いてきた結果ね、こういうことが認められたっていうポジティブな面あるんだけれども、まあ、使用罪っていう意味で言えばもうただの人権侵害、もう国にとって一番重要なこと、ね、人権守りましょうっていうのはもう民主主義国家にとって一番重要なわけよ。だからそこが、まあ、守られてないっていう時点で、まあ、日本人相当イカれてるなって思いますけど、まあなんだろうな、大麻に関して言えばこうやって顔出して、ね、表に出て動いている人たちよりもむしろ顔を出さずにですね裏で動いている大人たちの方が、まあ重要な動きをしているっていうのはね、誰かドラゴンさんかな誰か言ってたけど、まあ、その通りだと思うし、今後もそれは変わらないかもしれないけど、なんだろうな、やっぱりね使用罪についてはね、なんだろうな、どのぐらいの問題の大きさって言えばいいかな、まあ痴漢が合法化されたようなもんだよね、痴漢合法って言われたらえマジでってなるじゃん。使用罪作りますって、大麻の使用罪作ります、まあもちろんその覚醒剤の使用罪なんかも許せないんだけど、それぐらいイカれてる、まあちょっと難しくてわからない人も多いかもしれないけど、ちょっとこれから厚生労働省にはね、まあいろいろ、まあ今もやってますけど、今後もね、いろいろアクションをね取っていきたいなと。まあ表でねあんまり、やることはないと思うけど、裏でいろいろとね、圧力をかけていきたいなと思います。まあ使用罪はね止められないだろうという予測は当たりましたが、まあやれることはねやろうと思います。はい、今回は以上です。クッシュ。